久しぶりですね、こうして全員が集まるのは。今回は一体何の用だ。10人目、最後のメンバーについて目星がついた。やっとか。でオロチマン、邪神教という信仰宗教があってね、魔族にいうカルト集団なんだけど、つい先日その教団がある実験に成功したという情報が入ったのよ。ほう、一体何の実験ですか。不死の実験よ。不死だと。不死身となった者の名は飛弾。元は夜隠れの忍びだったらしいわ。我々はその飛弾を仲間に迎え、オロチマン、カクズ、そしてゼツ、お前たちが迎え役だ。分かった。くれぐれも気をつけていけ。おそらく簡単に言うことを聞くタイプではないカトンズコックトゥートン大突破。それでさっき言ったこと考えてくれたかしら、リーダー。けっ、暁とかそんなのどうでもいいんだよ。おら殺戮さえできれば他は何にもいらねえ。俺は俺の思うままに殺戮し、神へ荷を捧げ続ける敬虔な邪神教徒として、これからもずっと。うるさい。ああ、俺はおかしな宗教話を聞きにここまで来たわけではない。不死の力を確認するために来たのだ。あ？てめえ、今おかしなっつったか？真実を言って何が悪い。ああ、邪神教はおかしな宗教呼ばわりかよ。これはもう大罪だ。謝っても許されねえ。邪神様、見ててくださいよ。あの愚か者をすぐに潰してあげますから。いい殺気出すじゃない。面白い。潰れろや、この。やっちゃったの？いいえ、生きているようね。いってなったく。決まりね。これであなたは暁入りよ。いや、つうかさっきも言っただろう。俺は殺戮だけできればいいんだよ、ずっとな。それは無理な話。考えなしにただ暴れ回っていれば、いずれ五大国から指名手配され退路を断たれてしまう。死にはしなくとも封じられてしまえば、大好きな邪神様に贄を捧げることもできなくなる。けれど我ら暁に入れば、身を守りながら行動することができる。あなたの行動も継続することができるわ。それに暁にはあなたの先達となる者がいる。いろいろためになるんじゃない。俺の？誰だそりゃ。あんたも不死身だったのかよ。うん。さて、そろそろ答えを聞こうかしら。あなたはこれからどうする？分かったよ。入りゃいいんだろ、入りゃ。交渉成立であなたを歓迎するは非だ。よろしく。こんなことになるなんてな。人生わかんねえもんだぜ、ほんと。